拉致被害者横田めぐみさんの同級生によるコンサートが開かれました。母親の早紀江さんは来月5日で亡くなって2年となる夫の茂さんを失った寂しさを語りました。何にもないんだななんてね思うとなんかほろっとしてね、写真を見ながら話しかけたり、なんとか生きてます。めぐみさんの中学の同級生によるコンサートではめぐみさんらの写真がモニターに映される中、早紀江さんが音色に耳を傾けました。演奏後、早紀江さんは政府に動いてくださいと多くの方が声を上げていただければ動いていくと思うと拉致問題解決への協力を呼びかけました。また今月に入り早紀江さんの兄が亡くなったことを明らかにしました。